だよ。でも新しいお城には行けなくなっちゃった。ごめんね。ううん、いいの。私やっぱり里ちゃんと一緒にいる時が一番幸せだな。しおちゃん。ねえ里ちゃん、私思うんだよね。あの時お母さんに置いていかれた時、多分私死んじゃってたんだと思う。悲しくて苦しくて、全部もういいやって真っ白になって。でも里ちゃんが来てくれた。里ちゃんに出会って一緒に暮らせて幸せで。私もだよしおちゃん。だから私里ちゃんといたい。里ちゃんと幸せなまま終わりたい。だから一緒に死のう里ちゃん。しおちゃん。私は知らなかった。ぬくもりとはどんな感じがするのか、優しさとはどういうものなのか、慈しみとは何なのか、そして何よりも愛というものが私には理解できなかった。それはしおちゃんのおかげ。あの時しおちゃんが私の手を取ってくれたから、しおちゃんが私を導いてくれたから。生まれてから一度も感じたことがなかった幸せの意味を知った。ずっとわからなかった愛というものがどんなものかを教えてくれたのもしおちゃん。私のこと好きでいてね。甘くて痛くて飲み込めない。ごめんね、ありがとう。初めて思ってみる。あなたの名前をつけよう。先日起きましたマンション放火事件についての続報です。火元とみられる12階にあった焼死体の身元は平翔子さんと判明しました。また同マンションの屋上から転落死したとみられるのは松坂佐藤さんで、松坂さんの叔母にあたる人物が事件に関与していた疑いがあり。あら、はい、私がやりました。違う、違う、誤解だ、違うんだ。やばいやばいやばい。綺麗、汚い、可愛い、醜い、しおちゃん、僕の天使、空に。青空に朝月が残っている。今にも消えそうに頼りない月。もう何も照らしてはいない。でもこれからは俺が。入るぞ。シオ、具合はどうだ？
丈夫だよ。もう怖いことなんてない。俺たちもずっといるから。だから、一緒に暮らそう、しよう。ごめんね、私。そういうのはもうやめたの。だって私は、生まれ変わったんだから。何を？私の愛は、幸せは、私の中だけにある。サトちゃんがどうして私のことを生かしたのかわからない。だからずっと考え続ける。ずっとずっとずーっとずーっと一緒だよ、サトちゃん。これが私のハッピーシュガーライフ。